はい、こんにちは。今日はですね、米韓情勢についてお伝えしてまいります。北朝鮮の金正恩委員長はですね、今年1月の党大会で次のように述べている。核技術を一層高度化する一方、核兵器の小型軽量化、戦術兵器化を一層発展させ、現代戦での作戦任務の目的と打撃対象によって様々な手段に適用できる戦術核兵器を開発し、超大型核弾頭の生産も持続的に推進することで、核の脅威が伴わざるを得ない朝鮮半島地域における各種の軍事的脅威を主導性を維持しながら徹底して抑制し、統制管理できるようにしなければならないと、このように報道されております。こうした状況の中、ムン・ジェイン大統領は1月18日の記者会見で、金正恩委員長の非核化の意思は明確だとの考えを示したと報道された後ですね、アメリカのバイデン政権が平壌は軍事力増強に対する熱望を持っていると明らかにしたと反応し、事実上ですね、この北朝鮮の情勢をめぐりまして、アメリカが韓国のムンジェイン政権に反論する状況となっております。で、こうした情勢に加えまして、アメリカ国内では韓国の対北ビラ禁止法への懸念の声というものが高まっております。同時にですね、アメリカは北朝鮮人権決議案を求める、韓国はまたも参加しない模様、アメリカが3年ぶりに国連人権理事会に復帰した席で人権を外交政策の中心に置きたいとして北朝鮮人権決議案の通過を求めた、韓国政府が北朝鮮を意識して人権問題を事実上傍観しているとの指摘が相次ぐ中、アメリカは北朝鮮の人権をきちんと問題にしたいと公言したのだ。北朝鮮の人権をめぐり米韓間の認識の差や不協和音を懸念する声が強まっている、このように報道されております。で、こうした状況の中ですね、ワシントンの外交消息筋は、人権問題はバイデン政権で選択ではなく必須に浮上する可能性が高い、中国の人権と対北朝鮮人権問題も水面上に再び浮上し、その一環として人権大使などが任命されるものとみられる、現韓国政府とバイデン政権は最終的に対北朝鮮政策を置いて衝突するしかないだろうと見通しました、このように報道されております。そして米韓の対北朝鮮政策の意見の違いがさらに鮮明に見えてまいりました。北朝鮮住民の暮らしが困難になったら見直すとき、統一部長官が制裁緩和を訴え、イ・インヨン統一部長官が北朝鮮住民が直面した人道主義的危機を考慮し、対北朝鮮制裁を見直す必要があると明らかにした。北朝鮮が新たな戦略兵器を誇示し、核保有国の地位を公式化する状況で、イ氏は連日制裁緩和の必要性を強調している。イ氏は2月26日に公開されたイギリス紙フィナンシャルタイムズとのインタビューで、制裁の目的ではなかったが、結果的に北朝鮮住民の暮らしが困難になったなら、これをどのように改善していくのかとし、しっかり評価し考えなければならない時になったと強調した。北朝鮮が核放棄の意思を明らかにしていないが、制裁の効果と限界について見直しが必要だという主張だ。最近イ氏は連日制裁緩和と3月に予定された米韓合同軍事演習の縮小を主張している。これに対しアメリカ国務省は、北朝鮮の挑発と武力使用を阻止し、北朝鮮が最も危険な兵器プログラムを手に入れないよう制限することがアメリカの重大な関心事と反論した。しかし医師はインタビューで、国際社会の共感が形成されるなら、非商業用の公共インフラのような分野でもう少し制裁の柔軟性が拡大されることが望ましいと再度強調した。医師はまた、制裁の長期化、新型コロナウイルス、台風被害、水害など北朝鮮が直面した三重苦に触れ、経済的な困難が続き、北朝鮮住民を中心に人道主義的な危機、その可能性が増加していることは否定できないと指摘した。またワクチンと関連して、自国民優先でワクチン接種するほかないが、一定の余力が確保されたら北朝鮮をはじめワクチンの足らない国に協力する人道主義的なアプローチを怠ってはならないと強調した、このように報道されました。で、これに対しましてですね、アメリカ国務省が即反応しました。対北制裁の再検討を訴える韓国統一省、米国務省、北が人道支援を阻害。アメリカ国務省は、対北制裁再検討の必要性を言及しているイ・イニョン統一省の最近の発言について、パンデミックに対する北朝鮮の厳格な対応が国際社会の人道的な対北支援の努力をかなり阻止しているという論評を伝えた。これは最近国際社会に向かって、人道主義的問題においては政治・軍事的状況とは別に制裁対象からためらうことなく除外すべきだという立場を繰り返し語っているイ統一省の発言に、
事実上反論した形となった。昨日2月28日、アメリカラジオ放送局自由アジア放送によると、イ統一省が最近北朝鮮住民が直面している人道主義的危機を踏まえて、対北制裁を再検討する必要があると発言したことに対する論評要請に先のように答えたと報道した。アメリカ国務省は北朝鮮が国際航空と船舶に対する国境封鎖措置をはじめとして、感染症に対して極度の厳格な対応を取っているとし、これは国連対北制裁委員会から速やかに制裁免除を受けた人道主義的団体、国連機関、国々が北朝鮮に物資を送ろうとする努力をかなり阻害していると指摘した。続けてアメリカは数十年間北朝鮮住民、特に最も脆弱な層の人権と尊厳を保護し、増進しようとする努力を擁護してきたとし、このような努力の一環として対北制裁の人道主義的な制裁免除過程を簡素化するための努力を主導してきたと強調した。このように報道されておりまして、アメリカ国務省がですね、現状ムンジェイン政権に対しまして反論する状況ということになっているように見えます。でさらにですね、こうしたムンジェイン政権の対応態度というものにアメリカ国務省は注目すべき発言をしています。北朝鮮の挑発より同盟の非協力が問題、バイデン政権韓国に向けた発言か。アメリカのバイデン政権は北朝鮮の核問題に関連し、北朝鮮の挑発よりも韓国など同盟国と緊密な協力が行われない可能性を憂慮すると2月9日現地時間明らかにした。同盟国がアメリカと同じ考えをするかが重要だと強調しながらだ。アメリカ国務省のプライス報道官はこの日の定例記者会見で、北朝鮮への関与が遅れれば北朝鮮が核実験やミサイル発射などアメリカの関心を引くための行動をする可能性があるということをバイデン政権は心配しているのかという質問に対し、私は我々がパートナーの韓国、日本と緊密に協力しないという展望がさらに心配だと考えると答えた。バイデン政権が北朝鮮非核化に関連して同盟との協議と調整を強調したのは、最近ムンジェイン大統領をはじめチョン・ウィヨン外交部長官候補者、この時はですね外交部長官候補ということでしたが、現在はチョン・ウィヨン外交部長官ということであります。イ・インヨン統一部長官らが相次いでアメリカと異なる声を出しているのと無関係でないという解釈が出ている。ムンジェイン政権は対北朝鮮関係の改善のために米韓連合軍事訓練を延期すべきだと主張し、北朝鮮の非核化意志が強いと代弁している。こうした流れ経緯といったものを見てまいりますと、バイデン政権のムンジェイン政権への不信感というものは増大しているように見えます。そうしたことはですね、アメリカ国務省が運営する VOA の報道からも読み取れると思います。ロバート・アインホーン元国務省特別顧問は VOA の取材に対し、ムンジェイン大統領は説得力ある証拠なしにトランプ政権に対して金正恩の非核化姿勢は真剣だと主張したと指摘。続けてムンジェイン政権はバイデン政権の速やかな対北関与を誘導する目的のために同じ主張をすべきでないと述べた。またロバート・ガルーチ元北朝鮮核問題担当大使も、韓国の大統領がアメリカの新大統領に対し北朝鮮は非核化に真剣であると説得を試みるのは賢明ではないと述べた。両氏の言葉は極めて紳士的だが、言い換えるならいい加減なことを言うなと釘を刺しているも同然だ。でですね、ワシントンポストは2月25日現地時間、外交安保コラムニストジョシュ・ロギン氏のコラム、タイトル北朝鮮に関する時計が動いている、バイデンが先に動くべきで、バイデン政権の新しい対北朝鮮政策の検討は夏まで続くかもしれないという見方を示した。ロギン氏は任期末期を迎えたムンジェイン大統領の政治的切迫性がバイデン大統領の慎重な態度と衝突する可能性があると指摘した。このような報道があります。ですので一連の報道を見てまいりますと、今後バイデン政権の対北朝鮮政策が明確になっていくにつれて、バイデン政権からムンジェイン政権に対しまして、アメリカや国連に歩調を合わせるよう促す働きかけ、またはですね、圧力というものは今後強まっていくことが予想されます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくても、ブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。
現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。